マリオレネジュニオールレミナは、ガボン・リーブルビル出身のサッカー選手。アグック・ニース所属。ポジションは MF。ガボン代表。2012年、FC ロディアンでデビューした。2013年、オリンピック・マルセイユに移籍し、マルセロ・ビエルサの下で、レギュラーポジションをつかんだ。2015年8月31日、ユベントス FC に、レンタル移籍した。 怪我で出場機会が限られたものの、ポテンシャルが認められ買い取りオプションが行使された。9月26日のセリエ A 第6節 SSC ナポリ戦で初ゴールを記録した。2017年8月8日、サウサンプトン FC と5年契約を結んだことが発表された。遺跡金はサウサンプトン史上最高額の1700万ユーロプラス300万。 ユーロのボーナスである。2019年9月2日、ガラタサライ SK にレンタル移籍することが発表された。2020年8月30日、フラム FC にレンタル移籍することが発表された。2021年7月24日、アグックニースに移籍した。世代別代表ではフランスに招集されていたが、A 代表ではガボンを選択した。ありがとうございます。